マイル逆たぶるよな。おい、Thank you.
狼。ご無事で何より。フクロウは切りました。すまぬ。クロウ様、すまぬ。なすべきことをなしたのです。狼、ありがとう。父がこれを持っていました。これは床桜の枝か。そうか、フクロウが持っていたのか。はい、これでまた一つ源の甲に近づきました。ああ、そうだな、狼よ。シャキッとせねば。狼よ、私の方も調べが進んだぞ。きっとこれが最後に必要な甲の材料だろう。それは流因の巫女の血、つまり私の血だ。九郎様の血ですが、それは流れぬはず。ああ、流因の巫女とはそうしたものだ。だが源一郎殿の居室でタケル様の故障の指揮を見つけてな。何か血を流す術があるようなのじゃ。ひとまずこれをそなたに渡しておこう。さて、我が血を流す術、いかに調べたものか。エマ殿に聞くのはどうでしょう。ふむ、クスシならば人の体に明るいか。確かにそなたの言う通りかもしれぬな。巫女様、源の甲の花手に入れました。おお、やはり落ち谷に咲いていたか。はい、落ち谷の奥に。そこが源の水の流れが濃い場所だったということか。よく手に入れてくれた、狼よ。お主に尋ねたいことがある。はい、何でしょうか。巫女様の血を流す術だ。何故それを求めるのですか。戦況に竜の涙を手に入れ、不死立ちを果たす。そのためには巫女様の血がいるのだ。そうですか。確かに竜院の巫女の血は尋常の方法では流れません。ですがあなたはそれをなす術をお持ちです。不思議りか。はい、こちらを。タケル様が記されたものか。はい、不思議りならば竜院の巫女の身に傷を負わせ血を流すこともかなうでしょう。わかった、これで不死立ちがまた一つ進む。巫女様にもお伝えしよう。はい。巫女様、甲の材料を手に入れました。おお、それが源の甲の石か。妙な形をしておるな。やはり祀られておりました。そうか、タケル様の記されていた通りだったな。はい、その石のあった祭壇にかぐわしく腰入れ立て祀る、そう書かれておりました。腰入れ、それはどのようなところじゃ。岩戸の奥の洞窟です。そのようなところから腰に乗り、どこへ嫁に行くというのか。
まあ考えても拉致が開かぬな。かぐわしく。ん？九郎様、あの場は戦況の入り口なのやもしれませぬ。そうか、かぐわしくとは源の好機をまとうこと、それを指しておるのやもしれぬな。狼、エマ殿に話は聞けたか？はい。どうじゃった、何か分かったか？不思議りならば叶うと。そうか、不思議りならば私の血を流すことが叶うのだな。はい。これで功の材料は全てであろう。狼よ、功を託としよう。御意。巫女様。狼、不思議よ。うん。案ずるな、深くは切らぬ。不思議を抜いてくれぬか。はい。すまぬが目を閉じてくれ。は。もう良いぞ、狼。大事ありませぬか？大丈夫、胸のあたりを少し切っただけだ。これが源の好機か。何やら無性に懐かしい。はい。どうじゃ、何か変わったことはあるか？匂いと、それから源の宮、その言葉が頭から離れませぬ。源の宮、タケル様が書き残されていた通り、そこから戦況に通じているのだろうな。その源の宮への行き方だが。かぐわしく腰入れ立て祭る。香りの石が置かれた祭壇にそう書かれていました。うん。そなたは源の好機をまとっている。岩戸の奥の腰に入れば源の宮への道が開けるだろう。伏し立ちは間近。頼むぞ、狼よ。御意。